はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長ねおぶたいし、ゆずぱっぴと、流行決明シナリオの松永久秀編第15話ぐらいかな。始めていきます。そろそろここと戦争したいね。三好と手切れをして、戦争しようか、三好と。立ちはだかる者、滅するのみ。これがどのぐらいいるんだろう、三好さん兵が。5万か。出てこないね。出てくる気ないの？三好さん。ここなら出てくる。3万8000出てくる？でもこれ負けちゃうよね、これ行くとね。するこれで集まったから、これとりあえず解除して、であれかな、でこれをここら辺に持ってけば、もう出てきてくれるね。問題なさそうだな。これでいこうか。出陣する。じゃあ、こんな感じで、闇取引。浅はかなり。取引を行いましょう。ありがとうございました。ヒョロも60万あるからね。いくら出しても問題なさそうだね。進めていこう。我に続け！我に続け！かかれ！これじゃ負けちゃうじゃん。畑野さん、頑張れ。助立ちいたす。この城、もらい受ける。かたじけない。じゃあこれこっち行こうか。出陣します。こっちはこっち3万で、3万のやさ、5000しか来ないの、こっち。いや、やられたやられた。3万のやさ来てほしかったんだけど。交渉しようか。こういう交渉かな。これ10日落ちれば美味しいね。したらもうめんどくさいから、この辺いっぱいいろんなところから借りて、2万の舞台いっぱい出しちゃおうか。3万の舞台あってもしょうがないもんね。ライン使るよ。方位で、交渉。元千さん、ください、後ろ。はい、ありがとう。この城、もらい受ける。部分入場させる？これさせて、合流しようか。
で、2万ぐらい。2万弱ですけど。進みます。行きます。ここら辺行ってみようか。1万5000。こう3300。こんな。進みます。バカみたいな場所では絶対当たらない。当てたくないですね。あとこっちからも2万ぐらいの舞台出るでしょう。2万ぐらい。進め！行くぞ！ここがいいね。進め！こんな感じで。報告いたします。これより表情を行う。軍事論見ていいか。63、61、62。これにて表情を終える。あ、これあれなんだ。聖足軽持ってるんだ。だったら足軽雇えば、かなり、楽だったのかもしれないね。このお家ね、松永さんね。知らなかった、知らなかった。対面とかはどうなの？足軽レベルアップあるから、レベル3。足軽で行けばよかったんだね。ノヘで行ってた。とりあえず、交渉。モーリさん。同免許できる。同免許しよう。とりあえず24回です。多分後で潰しちゃうと思う、モーリさん。援軍をもらおう。1、2、3、4、5、6、7。いっか、このぐらいで。取引を行いましょう。ここら辺は3万だね。ここは3万。ここは3万。で、舞台をちょっと減らそう。とりあえず、一軍にはしておいて、またここら辺から、ここら辺から2万ぐらいいいね。進むぞ。この辺から。いいね、8000。進め。こんな感じかな。交渉で。将軍とちょっと交渉しとこうか。延長しとこうか。ははじゃあこんな感じで攻めていきます。仏罰敵面、仏の怒りを恐れなさい。あ、いいね、三好家。浮田さん、
全面解放お願いします。はい、ありがとうございます。貴様ごとき我が敵ではない。いいねいいねいいね。ここ1になった1になった1になった。うん、ここも1だから早く行きたいね。わ、6600一気に入ってきた。あれ68なのに、68なのに出てきて20日意味わからん。進めていきます。この城いただくとして、はい、記者がもらいました。かたじけない。よし、じゃあサクサク行こうか。手を打とう。出陣する。1万2000で出てくる。入れません。報告いたします。あれ、モールド同盟切れちゃった。先月の終始でございます。ご命令を。ああ、今交渉送ってるね。多分延長かなくね。はい、では進めていこうか。もしあれだったらここら辺から集めとこうか。とりあえず出陣だ。やってやろうじゃねえか。出陣だ。違うな。撤回返して、で、3万このぐらいか。出陣だ。やってやろうじゃねえか。出陣だ。でこっからもちょっと一部隊だけ出しとこうか。ちょっとでいいや。出陣するぞ。手を打とう。ちょっとこちらのどこ取り上げる。出陣するぞ。一応ここら辺のお城はゼロにはしておこう。出陣するぞ。いざ参ろう。出陣するぞ。じゃあ進めていきます。見えていたことよ、すべてな。1万2000か、ここで来るのが。1万2000だと、でもこっちの方が有利に全然当たれるんで問題ないね。じゃあこれはちょっと、ここで、またしとこう。ここでまたしとこう。我に続け。で、こいつで倒し、ナウイエで倒して、この武将で、待機。行為だね。26日、交渉、速攻者ですね。いや、すぐお願いします。はい、ありがとうございます。たか、楽な戦であったな。参るぞ。あれ？コマ解除しちゃった？これ。コマ解除したっぽいね。やっちゃった。せっかくここまで来たのに、せっかくいいとこまで持ってきたのに、悔しいな。やってやろうじゃねえか。参るぞ。悔しいね。よし、やったとか喜んでたらね。モール行っちゃう？そのまま。
あと何日だ？あと10日。他どっか行くとこある？あ、本庄行けるか。本庄とりあえず先生にしとこうか。立ちはだかるもの、滅するのみ。うん、これ借りといて、後で手切れをして、この辺楽に、何個か楽にちょっともらっちゃおうか。そのぐらいしかないね。うん、悔しい、失敗だ。待機せよ。行くぞ。この辺ちょっと置いとこうか。これもちょっとギリギリの辺に置いとこう。この辺出陣します。行くとしようか。こっちだね。二回目ならかけてこっち行くしかないね。出陣する。行くぞ。ここで行くか。出陣するぞ。うん、行こう。出陣するぞ。行くぞ。出陣する。待機する。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支でございます。ご命令を。じゃあ兵糧でも買っとこうか。浅はかなり。仰せの通りに。さあ進めていきます。待て。待機する。報告いたします。これより表情を行う。こんな感じでいいかな。79、63、60ですね。これにて表情を終える。なんかいっぱい武者入ってきましたね。なんかそんなに、これはビュー強くていいですね。おお、この武将なんかあれですよね。すごい強いですね。うん。でもなんか後の方になってからそんなに目立ってるような、ね、目立ってるような気がしないんで、早死になのかな、きっとこれ。若いし顔もね。うん。では進めていきましょう。ご命令を。うん、じゃあもう一ヶ月ぐらい待ってからかな。取引を行いましょう。皆の力合わせよう。皆の力合わせよう。待機します。お金くださいあげます。
待機せよ。あ、竜王寺さんなんかこんなところにまだいたんだ。へえ。じゃあこっちに向かわせとこうか。進め。これも、こっちに向かわせとこう。出陣する。志果たせぬか。はい、ではね、従属いらない。報告いたします。ご命令を。はい、ということで、第15話に終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。今回ね、ちょっと大失敗しましたね。はい。普通になんか、講和会場かなんかしちゃったみたいね、ここでね。うん。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。